こんにちは、アルマのマホです。リノです。はい、本日はですね、 BE:FIRST by Goodbye の踊ってみた動画に来ていたコメントを返していきたいと思います。ありがとう。いや、ほんまにたくさんのコメントありがとうございました。 BE:FIRST さんを通して私たちをこう知ってくださって、まあ、ずっとリアクション動画だけやったんですけど、踊ってみたをやって、もっとたくさんの方に見ていただけてとても嬉しいです。ありがとうございます。ということで早速コメントを全てお返せないんですけど、いくつか選んで今からコメントを返していきたいと思います。それではレッツコメント返し GO。 まず一つ目いきたいと思います。ダイナミックなのに女性らしいしなやかさもあってめちゃくちゃかっこいいです。衣装チェンジやエフェクトなどのクオリティもすごすぎますが、何気に移動しながらのパフォーマンスすごすぎません？自然すぎて気づいた時感動しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ダイナミックなのに女性らしいしなやかさっていう部分にこう注目していただけてとても嬉しいです。衣装チェンジもなんか最初普通のカラフルなイメージだったんで、にしようかなって言ったんですけど、せっかくなんで黒色の衣装でも踊りたいなって言ってて、そう、それを言っていただけてとても嬉しい。嬉しい、聞こえてくれてありがとう。全部プチプラですけどね。全部ね。エフェクトも自分たちはもともとダンスの踊ってみたの動画っていう認識だったんですけど、あそこまでのエフェクトをつけてくれると思ってなくて、だいぶ時間かかったと思います。改めて相模屋さん、ありがとうございます。ありがとうございます。次、すごすぎる、いろんな踊ってみたみたけど、お二人の映像を含め再現度最高じゃないですか。ダンスもかっこよくて、普段の面白い可愛いお二人とのギャップも最高です。ありがとうございます。ありがとうございます。ギャップ、ギャップ、そう、ギャップ、そうやね、ギャップ、気づいた、そこ魅力。そこを前に出していきたいなって。そう、そこに気づいてくれて、ほんまにありがとう。ありがとう。次、キャー、すごいすごい、ダンスも映像も衣装も本気すぎてかっこいいし可愛い、最後の旗揚げまで再現してくれるなんて BE:FIRST への愛、安易を感じます。 BE:FIRST を通してお二人に出会えてよかったです。映像でも分かるくらいのヒット、かっこよかったです。リアクションもこんなダンス動画を待ってます。無理のない範囲でたくさん上げてくれたら嬉しいです。応援してます。ありがとうございます。ターゲのちょっと裏話というか、メイキング話みたいなのがあるんだけど、裏側にも載せたんですけど、もうテイク4、5ぐらいまでやって、その、なんやろ、演技っていうことをしたことがないからさ、いかに自然にできるか、何回やってもこう大根役者すぎてさ、こう、はいって言われたら手振るみたいなタイミングやってんけど、こうやってるやん。はいって言われて、みたいな感じになるのが、カメラマンさんも笑ってたからさ、ほんまに大丈夫です。テイク4ぐらいやったんですけど、踊ってみたの本編の動画でも、大根役者具合が出てると思うので、笑ってみてくださったら嬉しいです。目がな、はい、もう泳ぎまくってます。泳ぎまくってるから、ね、BE:FIRST を通して出会えてよかったですとか言ってくださるのがすごい嬉しくて、きっかけが何であれ自分たちをこう知っていただけてとても嬉しいです。ありがとうございます。次、エフェクトといい、衣装、背景チェンジ、さらには最後の旗揚げまで再現性がすごすぎます。感動しました。そして何よりダンスすごくかっこよかったです。リアクションいつも楽しく拝見していますが、改めてダンスは素晴らしくて最高でした。ありがとうございます。ありがとうございます。いろんな画角での撮ってくださって、雰囲気がコロコロ変わる感じで、より MV に近づける画角になったのではないかと思います。照明がな、すごかったな。もともとスタジオについてる後ろのこのボコ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 のライトが MV のライトとそっくりで、そこをこうチョイスしてくださったカメラマンさんにもすごい、本当にもうほぼカメラマンさんにな、演出相模屋さんにもほぼ全部感謝です。あと曲がらないです。次、お二人のバイグッドバイ踊ってみたやったら見たいなとは思ってたけど、こんなにも MV みたいになってて、しかもダンスめっちゃかっこよくてダイナミックなのに繊細にキレッキレな感じにやられました。
私は多分普通にお二人のダンスが好きです。ファンになりました。黒衣装はすごい決まってる。最高です。ありがとうございます。こんなに嬉しいことはないよ。細かく見てくれてるよ。いやほんまに普通に私たちのダンスが好きですって言ってくださったのもすごい嬉しくて、ファンになりましたって言ってくださったのもすごい嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。アルムが推しグループになるように頑張っちゃう。頑張っちゃう頑張っちゃう頑張っちゃう。次、細部までこだわっていてすごすぎます。お二人のダンスしてる時の表情がめっちゃ楽しそうで好きです。気づいたら登録者も2000人超えてて早っってびっくりしました。これからも応援してます。ありがとうございます。2000人いやほんまに皆様のおかげですから。マジで本当にありがとうございます。ありがとう。握手したい。表情やな、表情。バイグッドバイの曲のさ、曲調は明るめやからすごい楽しい気持ちで踊れたので、表情について言っていただけて嬉しいです。リオテキポイントやけど、あの向かい合ってさ、こうこうこう、あそこがすごい楽しかった。楽しかったな。7月までに1万人目指してます。そうなんです。はい、なので良ければ周りの方に広めてくださったり、職場の方々に広めてくださったり、家族や身内、親戚、親族の方、バイト先の方、職場の方などにも、あのおもろいよこの子らっていう風に広めてくださったら、赤いボタンをポチッと押すだけなのです。もうワンクリックで、ね、クリックダンス、お願いします。ポチッとお願いします。次、はい、犬に懐かれまくってる方と高校生の方と一緒の方たちと思えないぐらいかっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。今日もね、犬に懐かれまくってます。私も今日高校生聞きました。普段はこんな感じなんです、私たち。うん、もうこれ作ってるわけでもないんです。そうです、これなんです。普段から家にいる時から、家族と喋る時から。え、大丈夫。次、すごいかっこいい。私はダンスのことはわからないですけど、衣装やセットまでめっちゃ細かいところまで再現されてるし、裏側でもすごく練習されてたから完成度が半端ないです。ありがとうございます。裏側でもすごく練習されてたっていうので、うん、あの多分練習動画見てくださったと思うんですけど、本当にありがとうございます。ありがとうございます。もう練習もほんまに楽しくてあっという間だったんですけど、うん、いつもなんか韓国の女性アイドルのダンスを覚えることが多いんですけど、うん、自分たちもともとヒップホップやってたっていうのもあって、うん、ヒップホップ寄りのダンスをやるのがめっちゃ楽しくて、いやほんまに、ね、練習から楽しませていただきました。はい、ありがとうございました。次、2児の母のアラフォーです。大好きでいつも拝見しています。フルで踊ってくれて嬉しすぎます。素晴らしいです。お二人の影響を受けてついにダンス始めました。いつか私も BE:FIRST さんの曲バキバキに踊れるオファー目指します、うん、服とか真似してます、うん、気持ちは大学生ですよ。いつも元気をありがとう。こちらこそです。ありがとうございます。すごい嬉しい。こういう、うん、なんていうの、こう2人の影響を受けてダンス始めたよとか、なんかこう服とか真似してますとか、うん、そうやって言ってくださるのがすっごい嬉しいです。ありがとうございます。もうダンスはこうやっぱ上手い下手はやっぱ基準的にあるんやろうけど、うん、ダンスっていうのは多分楽しめるのが一番やと思うので、う、一緒にダンス楽しみましょう。コラボしましょう。ぜひぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。次、最高かっこよすぎ、ありがとう。シンプルなこういうコメントもすごい嬉しいです。本当にありがとうございます。嬉しいよ。嬉しいよ。ドキュン届け。届け君に気持ちが。次。次。最高。ダンスうま。映像すご。J-WAVE で BE:FIRST がレギュラーやってるスパークというラジオ番組で、スパークボックスってカバーとか募集してるの出してみてほしいです。たくさんのベスティに見てほしい。ありがとうございます。ありがとうございます。気になって調べてみたんですけど、そのカバーダンスとかカバー曲をやってる人を募集してますみたいな感じになって、ちょっと出してみたいなと思います。思います。ありがとうございます。ありがとうございます。採用されたらみんな見てね。絶対見てね。教えてね。次、完璧やないですか。すごいです。BE:FIRST のメンバーや BMSG、うん、合ってますかね、BMSG のスタッフさんの目に留まってほしいです。いやー、ほんまに留まってほしい。留まってほしい。見てますか BE:FIRST。 見てますか。みんなあの BE:FIRST さんに紹介して、アルバム送ってください。送ってみて、やばいねって言って、コメントとかであのリンクとか貼っていただいたりして、貼ってみて、お願い、お願いね、広めて、つなげて、お願い。BE:FIRST さん、つなげて、お願い。奇跡が起これば見ていただけたらなと
思います。本当に奇跡起こり、奇跡を待ってたんだ。じゃら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 。次、 CD 発売日に合わせて素晴らしいタイミングでの最高のパフォーマンスありがとうございます。普段のリアクション動画と比べて踊ってる姿は可愛いですね。ギャップに惚れそうです。かっこいいですね。ですね、かっこいいですね。かっこいいですね。ありがとうございます。あの CD 発売日なのかどうか全然知らなかったんですけど、奇跡が起きました。運命やと思います。運命やと思います。見てますか、ビーバースドさん。運命ですよ。運命ここにいますよ。統合性しましょう、一緒に統合性して。はい、ということで、今回コメント読ませていただきました。コメントしてくださった、今回読まなかった皆さんも本当にありがとうございました。ありがとうございます。嬉しいです。もう全部のコメントをほんまに読んでるんで、あのたくさんコメントしてくださったら本当に本当に嬉しいです。いつもありがとうございます。ありがとうございます。今から、うん、私たちがデータをいただいた当日に初めて見たリアクションを動画撮影してますので、はい、そちらをちょっと見ていただきたいなと思います、はい。この私たちはちょっとこれで以上になりますので、服装画角変わってると思いますが、ぜひ最後までご覧ください。それでは以上、アルムでした。バイバーイ。最後までこの後も見てね。それでは楽しみやばい。いきます。はい、はぁー、すごい。アルムって書いてある。
怖い。ずっとリピ、何回も見ちゃう。寝られへん。撮ってもらってる時のカメラこうやって動かしてる感じとかって、それがこういう感じで映ってたんや。ほんまに。って感じで、ほんまにすごい。はい、ということでですね、BE:FIRST by Goodbye アルムバージョンを初めて見て、リアクションをしてみました。リアクションというよりも、ほぼほんまに自分らの素の感じなんですけど、改めて本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当にすごいすごいほんまにこの顔腹立つわ。リオもなかなかやで。見て見てなんか目泳いで